はいどうもこんにちは、伊賀屋の寺澤ですと、今日は何をするかと申しますと、リキッドレビューなんですけども、私以前にリキッドレビューはしませんって言いました。はい、なのですが、依頼を受けて、レビューのお願いが来たんで、依頼が来たんですけども、あまりの嬉しさに受けてしまいました。はい。申し訳ございません。違うこと、言ったことと違うことになってしまって申し訳ございません。はい。あまりの嬉しさに受けてしまったんですけども、はい。第1回目のご依頼なんですけども、こちらですね、今回。ドンと。はい。天下ですね。はい。こちらですね、あの、有名な、日本最大級の、電子タバコ、ベポライザーとか、加熱式タバコとか、そういうジャンルの総合サイト、日本最大級の総合サイトの、ベイプ JP さんからご提供いただいた、ご提供というか、ご依頼いただきました。はい。で、ベイプ JP さんのプロデュースとなってます。で、味の、説明としては、ストロベリーミルクアイスですね。はい。ストロベリーミルクにメンソールだと思うんですけども、私も実は吸ってます。で、感想にな、レビューというか感想ですね。あとはセッティングについてお伝えするんですけども、まずいじゃないですよ。まず一番初めに、思ったのが、こう、三角形の形して、白い包みに、いちごの模様のある包み紙、ビニールの包みで、ペッて引っ張って、こういう三角い、中に練乳が入ったいちごの飴がありますよね。飴ちゃんありますよね。それに似てます。似てますというか、もう、それですね。はい。なので、私がちっちゃい頃からあれ、あったんですけども、大好きで食べてましたね。はい。で、まず私、練乳をチュー、練乳だけです。チュー、食べちゃうほど練乳大好きなんですけども、まあ、そういう味に、それだけじゃなくて、そこに、スーッとする、爽快感というか、さっぱりするような、味がちょっと入ってました。はい。で、まあ、セッティングですね。当然のことながら、イチゴが好きな方は大好きだと思います。あとは、ミルク系、練乳感が好きな方も大好きだと思います。はい。逆に、ミルク感が苦手、乳臭いとかそういうのが苦手な方にはちょっと向かないかもしれないですね。はい。あとは、メンソール感ですね。スーッとする感じが、ほのかに感じるぐらいな、にしか入ってないんで、こう、吸ってると、チェーンしやすい、爽やか感もあるんで、チェーンはしやすいですね。はい。あと、メンソールが苦手っていう方でも大丈夫なぐらいの、量しか入ってないです。はい。なので、メンソールは苦手でも大丈夫ですね。はい。で、セッティングです。セッティングはこれから私言いますんで、それを知りたくないとか聞きたくない方は、ここで切っちゃってください。はい。で、言いますよ。で、このセッティングが、伊賀屋オリジナルリキッドのスイート焼き芋と似てます。素材が、ニクロムを推奨します。それはカンタルでも何でもいいです。推奨がニクロムなだけです。はい。で、抵抗値はまた同じで 0.8 から1オーム。はい。ですね。で、まあ、ぐらいを狙ってもらいます。まあ、きっちりでもなくていいんですが、0.8 から1オームの間を目指してもらって、で、ワットですね。ワット設定は、30以下の方は美味しかった。私は好きでした。はい。20代、
20から30ワットの間なんで20台ですね。20台ワットが良かったです。はい。で、そうですね。試しに低抵抗 0.3 オームとか、例えばカンタル単線22ゲージ内径3ミリ4ラップとかそんなぐらいで 0.3 ぐらいになります。はい。でそれで40何ワットとか50ワットぐらいですっても美味しかったです。これは、はい、完全にこれは好みなのでセッティングは好みです。はい。皆様のに合うセッティングしていただければと思いますね。で、私この名前について聞かなかったんですが、テンガってあのテンガを意識したのかちょっとわかんないですけど、名前の由来とかもお聞きすればここで紹介ができたんですが、ちょっとわからないんであれなんですけども、昔、10年以上前になるんですが、私、伊賀屋でもテンガ、あのテンガを、販売してた頃があって、よく売れましたね。はい。まあ、そんな話はいいんですけども、はい。という感じで、これ、また、あれが書いてないんですよね。PG、VG 比率が書いてないんですけども、こんぐらいなので、緩めですよね。緩めなので、ポットでも、タンクでもいけると思います。はい。ただ、甘いので、アマチェーンしたりすると、あ、そうでもない。大丈夫ですね。はい。こんぐらい。柔らかいですね。はい。何パーって書いてないんでわからないですけども、まあ、50、50ぐらいですかね。はい。です。はい。では、今日はこの辺にさせていただきます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは、さようなら。